やはり天魔、あいつ俺を利用して。達也くん、達也くん、達也。本当はドクターストップ出したいところだけど、戦うの？ああ。今回は欠場したら？欠場したら連勝記録は？まあそれはそこでストップだけど。ダメだ。分かったわよ。じゃあこっちの足も出して。両足にサポーター巻いとけば怪我はバレないわ。いや、バレてるんだ。クキのドアホには負けられへんのやぞ。入荷組のメンツがかかっとるや。組者、大丈夫っすや。絶対に勝てますや。こっちはいい情報ゲット済みだし。いいか、達也、負ければお前は終わりなんだぞ。10連勝だ、忘れるな。いいか、俺はてめえの道具じゃねえんだ。いつか必ず落とし前つけてやる。だがその前に、汚え手使って勝とうとする連中は絶対にぶっ殺してやる。汚い手。正真正銘のドッグファイトをお楽しみいただこう。オン・ザ・テイ！琉球を制覇したストリートファイター、マッドドッグ真っ赤べハイエント。オン・ザ・ヘイト！我がカムロ町が生んだ目下4連勝中のマッドドラゴン、タッツェ！足の調子でも悪いのか。うっせえ豚野郎、てめえの居場所はリングじゃねえ、養豚所だ。いつまで吠えてられるかな。その後はてめえだ、天魔。さあ、狂犬 VS 恐竜。ルールは無用、予測は不能。アルティメイトストリートファイターの称号をかけた戦い、カモンベイビー。真壁の戦い方は変則的よ。今日の技も多いから気をつけて。ぶっ殺してやるよ。相手を掴むの。
痛いだろ。左足？どういうことだ。左だと？話が違うじゃねえかよ。あのガキ、カセネタを。なぜ逆の足を？まさか天馬が。天馬はどこだ？天馬？リングサイドにいた白い服の男だ。ああ、その人なら、さっき仁岡組の人たちと一緒に上に出て行ったわよ。